自宅で口論になった妻、57、を平手打ちし、床に転倒させて頭に怪我を負わせたとして、警視庁小岩署は6日、傷害容疑で、東京都江戸川区上篠崎、会社員、牧野義雄容疑者、59、を逮捕した。調べに対し、妻から稼ぎが悪いと言われ、頭に来てやった、と容疑を認めている。妻は搬送先の病院で死亡が確認されており、同署は今後司法解剖し、暴行と死亡との因果関係を調べる。逮捕容疑は5日午後11時15分ごろ、自宅で妻の会社員、美希さんと口論になり、頭を平手打ちして床に転倒させ、後頭部皮下血腫などの怪我を負わせたとしている。同署によると、牧野容疑者は約45分後に自ら119番通報しており、警察官が駆けつけた際にはすでに美希さんの意識はなかった。牧野容疑者は美希さんと二人暮らしで、5日夕方から事件直前まで一緒に飲酒。美希さんは、新型コロナウイルス感染症のせいで私の出勤回数が減り、給料が下がる、などと話していたという。